はい、皆さん、こんにちは。もちゃ TV です。ということで、今回もウィニングルームアプリ2018やっていきたいと思います。ということで、今回はこちら、ロマーリオガチャということでね、引き続きちょっとやっていきます。当ててくれ！いや、これね、もう今100連してるんで、もう100連で出てほしいです。結構みんな出る人はポンポン出ちゃってる。そう。まあね、運がいい人はね、ポンポン出るんですけれども、もちゃ TV まだ出てないので、これだね。まず、だから要は雷流さなきゃ始まらない。これマジネイマールが2回目来たら本当やばいわ。でもロマーリオの生まれ変わりがサンチェスなんじゃないかって。あ、なるほどね。でもまだ顔がでもまだ死んでねえよ。え、まだ生きてる？生きてる。バカじゃねえお前。お前いつの選手だと思ってんだよ。ロマーリオ生きてる今の全然。見たことないからな、まず。じゃあゆりかごやつだよ。決めて。頼む。まあ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 、まあ、え、これ単発？いや違う、10連、うん、重みちげえぞお前。モライス、ダンチ、シレッセン、レヨング、もうまあここら辺しょうがない。これ全然あるよ、こんなは全員取れな、こんなん全員あるよ。いやー、2位ずつやってく。そうだね。いやまあね、これ一気にトレーナーにさせる方法のボタンないの？選択してポン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 みたいな。そう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 、そういうのもね、細かいところの配慮、この辺がね、ないね。いやー、しかしね、あ、この前1個前の動画ぐらいでも言ったかもしれないけど、うん、なんかマラドーナ来るんじゃねえかっていうね。マラドーナ欲しいなっていうのもあるのよ。マラドーナのためにね、トレーナーも30個あるんだよ、しっかり30以上あるよね。だからマラドーナ使っていきたいんだよね。そうだね、マラドーナはマジ使いたい。マラドーナにやっぱ使いたいから。さあ、20連目ですね、こちら。いけい！シャン！いやー、言うた、シャン言うた。はーい！沼ハマってんじゃねえや、お前。お、ダニアーベス。ダニアーベス、今何レベルなんだ、俺ら。もう6突してます。おい。まあでも、無駄にはならない。選手のレベルが、レベル上がるから、やっぱね、選手のレベル上げるんだったら、このやり方だよね。全然いい。多分経験値、一番選手埋め込んだ方が、そうそうそう。あの、なんか試合だったら絶対無理だから、そうそうそう。埋め込んだ方がいいね。誰に上げようかなっていうところで、もうムバッペもね、俺49レベル、あ、はいはいはい、まで行ってて、まあ、50位になったらね、動画撮ろうかなと思ってるんですけど、また、あ、脇がないな。空きがない。こっちでいいか。GP にも変えてきたいし。まあそうなんだよね。枠をね、やっぱ広げるという意味でも。さあ。はい。行くぜ！あと2回やったらちょっと1回止めようか。行くぜ、さすがに。1回？さすがに。カモン！あ！いや、お願い！あっしゃー！やばい！ちょ、3連続金ってあるんすか？いや、でも、それてる疑惑。フィルミーノ。うん。ニー・ジーニョ。ドゥードゥ。全員、待って、コンドグミだね。すごいな。どこのニッコリ？待って。チェチェ。コンドグミアだけ見ようか、ちょっと能力値。あとは全員や。コンドグミアだけちょっと見よう。こいつか。格闘家みたいな感じかな。もうフランスだ、うん。もう移民全員フランスやん。どう？ちょっと強いんじゃない？ああ。まあ。顔。ああ、全員トレーナーだな。トレーナーってこいつか。もう。ああ。まあ GP もないんで。いや、貯めてるな、これ。いや、3連続ということは、でかいなんかあれが来そうやな。でも正直ね、なんかもういいのよ、黒とかは。来るなら雷。ああ、うん。あとはこの金でいいから。来るならマジ雷来てくれ。ほんとに。そしてネイマールじゃない方。いや、それはわかる。頼むぞ。マラドーナの影がちらつくせいでな。まあでも1月そうするとレジェンド2体みたいな。すごいよ。うん、もう一回しよう。あ、そうだ。いきます。頼む。残り2日 !2 日と22日あ、22時間。つまり3日。あ、シャン言うた。おい、あ、ずれなくていい。これずれなくていいぞ。あ、しよし。いや、これ止めてるぞ。すごいすごいすごい。マリアーノ、ルーカス・モーラー、ゴメス。はい。また止めか。全員放出やな。まあでも、まあ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 。これさ、一回入れてさ、食わせない？放出もったいなくね？そう。食わした方がよくね？めんどくさいね。そうそう。上2体来てるよ、だって。コリンチャンスね。いや、でもいいよ。放出？また、だってまた後で聞くもん。そういう考え。
あーくそー、一回ね、迎え入れちゃうと。いやちょっと待って、何にも今もうために貯めてる。そう、今4回目、4連続金なんで。なんだよお前これ。いやチャンスある。だってなんか前回もさ、うん、そんなんだったよね。なんかすげー貯めてこなかった最後。いや確かにね、あのやっぱ高く飛ぶためにはグググググってね、このバネの力を貯めないといけない時あるのよ、うん、あるんで。キマ来る時全然来ねえんだから。そう、あの剣が来るより金来てラスト貯めるドーンで終わった方が、ね、全然いいんで。ということでちょっとね、選手の方を、トレーナーの方がパンパンなんで育成させてもう一回ね取っていきたいと思います。はい、ということでちょっと選手の方をね、まあ、トレーナーの方ですけど整理したんで、引き続きこれで50連目。いけいけいけ。いや50連だぞ。もういやもうそろそろ黒シャンカムネズーンビッチだって。ビッチ、ビッチ、ビッチ、待って待って、ビッチだ、ビッチだ、イエーロマリオ。え、しあ誰だこいつ。あ、あ、マジで誰だこれ。俺らのロマーリオじゃねえの。いやマジで来すぎだろ。この選手は能力高い。え、これロマーリオでしょ。ネイマーネイマーじゃないでしょなんで。いやマジかよ。いやー雷ビーチ、いやでも俺たち前回も雷ビーチ2回とも来たんだよ。2回とも来てネイマールなんだよ。もういいから、マジいい加減にしよう。いやーこれはやばいわ。何これ、なんかある意味すごいよね。うん、ネイマールさ50レベルになるよ、新しいニューバージョンも。気づけば6突いくんじゃないの。6突になるわ。イエス。あでもあれなんじゃねえの、次マラドーナ来たらメッシなんじゃねえの。ああそうなのかな。だってアルゼンチンじゃん。ああこれね、またね、そのブランチルが続いてるからあれだけど、またアルゼンチンになればちょっと欲しい選手いるかもしれない。例えばアゲロとか。アゲロとか、アゲロ今いるでしょ。もうそうだし、あとあれがいるかもしれない。ディマリア。ああ。いやマジか。これあと1枚で来るかね。来る。ふざけんなマジで。信じ。香川。信じ。2連続でビッチはねえかさすがに。いやービッチで終わらせられると思ったんだけどなー。いやー本当だよね。いや厳しい。いやこれ来る人はね結構簡単に来るみたいな、ね、あれもあるのに。ガブリジュース来てるわ。ガブリジュースもういらんよ。6突6突してるもんすでに。いやきつー、きついなーだよこれもう。いやーこれは悪魔よ。いやマジで。まあだからでもベッカムの時がね結構運良かったんだよね。もうなんか割と早めに来てさ、もしかしたらマラドーナそうかもしれない。そう俺マラドーナめちゃめちゃ早いんだよ。もうなんかしょうもない感じで来るのかもしれない。しょうもねえよっつってマラドーナしょうもねえっつってだって俺たちね、やっぱりベッカムの時は相当運良かったと思うんだよね。ちょっと入れちゃいますね、もう、うん、あんまりにも早いんで。ムバッペタンをまず、これ30あるんで、これが、ちょっと、狭いっていうのもあるんだけど、まあ、2体入れれば。ジェズス !OK。ジェズス6突してんだよな、もう。おー！ あと1回、まあ、これはでも別の選手に食わす、なんかもうなんかレベルアップすれば、いけるだろうということで、9号なんだね、あと。9号？ 9号もちょっと育ててるんで、今。9号やっぱビダルは大事なんでね。そういえばさ、あれは誰？あれ、あいつ誰だっけ、名前忘れた。ペコちゃん人形みたいなやつ。ペコちゃん人形みたいなやつ誰だ。ペコちゃん、カゼミロ。あ、カゼミロ、カゼミロ、カゼミロいたじゃん。とつれよ、とつれよ、入れてる入れてる。え、とつ、6突、うん、うわネイマールはネイマールに来ますよ。そうだよ、それはそうだろう。ナインゴランが強くなる、うちのこの時しか上がんないからね、入れても。でもやっぱ入れるのが一番早いと思う。まあね、間違いないと思う、それは。
試合全然いかねえもん。さあ、あ、50レベルやん。あ、すごい。2018の方が上回ってますやん。いやもう17倍も、え17、あ、でも1760か、17の方がまだ60か。てかさ、17もういらないんじゃね。そしたらしやめてよ。いや、そしたらあと1人来たらさ、そこ混ぜればやめろよ、まじけて混ぜろ。なんでも、もう恐ろしいこと言うやん。でもなんかネイマールは取っとこう、18の方と17の方、一応記念として。枠のあれからしたらあんま良くないと思う。お前旅行ねえな。もう一回、これもうね、絶対来るって。ビチビチビーチ、あい、シャン言うた。絶対来るよ、もうロマーリオ、これ。次はね、次ネイマール出してきたらね、今度電話してるかもしれない。ジエゴ、セメド、スアレス、デューニュ、ラファエル。はい。俺ね、次マジで、これでネイマール出してきたら電話するかもしれない。電話しても意味ないよ。意味ないって言われる。お客様そうなんですね。電話しても意味ないって。お客様白玉ですかって言われる。黒玉じゃん。課金額黒玉です。あー、いやー、ビッチーね、言うたんだけど、いやー、まあ2回、いやー、これさ、だ、でもメッシだったらさ、18のメッシってさ、今どうなってる。今いるよ、1つで。だよね、だったら欲しいね。俺ね、17の選手消えると思ってんだよ。19だったら、ウィニングレベル2019だったら17の選手消えて、18の選手だけ残ると思ってる派だから。確かにそれを考えはあって。俺ね、今からね、18の選手ね、持ち得なんじゃないかな。まあ、下手したら本当18も消えちゃうって可能性もあるんだけど、でも、前回さ、17の選手残ったじゃん。だから、今回も18の選手は残って、みたいな。そんなありそうだな。いつもの17持ってんだよって言われて。さ、あと2回か。そうだね。あと俺1回あるよね。いきます。ビッチ、俺が言わして終わらせる。さすがに濃いや。南米の地。そう、南米じゃん。引いてるもんで、ね、あい、発射言うた。お、溜めてる。溜めて、これ溜めてる時じゃない。溜めてんじゃん、溜めてんの。ケナタ・オグスト。全員やるやな。ケナタ・オグスト挟んでる。カッシュを拾った。必ず一回顔見せに来るよな、お前。これ、コリンチャンス。愛される顔してるよね。うん、ああいう悪いやつじゃないもん。ああいうの大事なんだ、やっぱり。選手の緊張がね、ある中、ああいう。いやー、これ本当に、なんか、マラドーナしょうもない感じ、来てくれ、マジで。いや、でも厳しいなぁ。2万3000円入れましたけど。ああ。厳しい。厳しいよ、これ。ちょっと厳しい。いやー、BT がね、2回、この前もこっから長かったんだよな。そうだね。まあ、でも次絶対来るって。いや、次のビチだ、来るって思うけど。次のビチが来るかどうかの話か。それ長かったんです、すごい。ラストか。ラストこれ引いちゃいますね。いけ！さあ、この動画はラスト。いけいけ！まあね、大丈夫。ビチー！あ、シャーン言うた！シャーン！あ、ちょっと溜めてるな、これ。来る。あ、めっちゃいいじゃん。めっちゃ金来てる。銀3つしか出ない。めっちゃ金で還元してきてる、こいつら。あ、空きがない。まあ、入れちゃうか、じゃあ。そうだね、これ入れて。一回迎え入れて、まあちょっとお金の方もないんですけれども、またちょっとこう。そうかー！まあ、ロマーリオはやっぱり、まあ、やっぱレジェンドだな、さすがに。何がレジェンドじゃん、お前。そんな簡単にはね、出てくれないんですけれども、まだまだちょっと諦められないんで。もう2万3000円ぐらいでね、さすがに出てほしいということで。いや、出ろや。うん。マラドーナを俺たちはね、また狙ってるんでね。いやー、マラドーナマジしょうもない感じで来て、ほんとに。ほんとにそうだね。もうなんか、10連で来てほしいもんね。しょうもない感じで来て。ということで、間違いましょう。さら、ボーイ。